だろ。絶対ダメダメ。そういやお前よくも親にバラしたな。協力した覚えはない。私も行こう。ミコソ、お前はいいんだぞ。生き延びることが大事って言ってたろ。そう、だからあなたを死なせないために行く。僕できると思うのか。でもその覚悟のほどは関係ない。はあ、お前に世話を焼かれることもねえな。なんとかなったようだな。目でどうだって言ってるよ。違う、これで私と離れずに済んだと思って安心してる。ごめんなさい。おいお前は出席だろ。憲兵団にしろよ。あなたが憲兵団に行くのなら私も。私たちの家で一緒に暮らそう。え、辛いことがたくさんあった。君には十分な休養が必要だ。エレン、やはり私も。ついてくるなんて言うなよ。エレン、体は大丈夫？ああエレン。だから大丈夫だって。囲まれてた時よりだいぶマシだ。ままごとやってんじゃないぞ家が。エレン、何かひどいことはされてない？体を隅々まで調べ尽くされたとかよ。まさかリヴァイ兵長のこと言ってんのか。よエレン。何だってこと。じゃあ戦わなくちゃダメでしょ。それとも何か特別な感情が妨げになってるの？は？作戦を考えた。ボクサス、体は大丈夫？ちゃんとかけて。夜は冷える。おとなしくして。まだ止めたのに効かねえんだ。さっきなんて腹筋してたからな。てめえ、まだ寝てなきゃダメでしょ。平気だよ、丸一日寝てたからな。それより俺のせいでウォールマリア奪還作戦がまた遠のいたな。エレンのせいじゃないから気にすることない。俺はとにかく獣の巨人だ。傷を作ったの？なんだよ。貸して。おいエレンは実験で疲れてる。そうだね、ごめんミカサ。だから俺を年寄りみたいに。まだパンとスープが残ってるでしょ。おしゃべりは食べ終わってからにしなさい。ああごめんなミカサ。たくよエレン。なんで俺にはミカサやリヴァイ兵長みてえな力がねえんだって妬んじまった。でも兵長だってお前だって一人じゃどうにも。エレン、立体起動装置は無事だ。エレンは元気そう。まあな。行くぞ、身支度を急げ。あのことは二人にも話していない。母さんとハンネスさんを殺したあの巨人が父親が前に結婚してた相手だったなんて。子供の頃だよ。私たちは生まれのことで重い荷物を背負う者同士なんでしょ。